今回はこちらにある郵便局から発売されているちいかわの年賀状を紹介したいと思います。ちなみにこの一番右にある1枚は普通にショップで売っている一般的なポストカードになっています。でこちらの横向きにしている2枚が今回発売された郵便局のものになります。でこちらの2枚が2個ずつセットになって、この計4枚のセットで880円とちょっとお高めになっています。切手代等は含まれているんですが、それにしても1枚220円ということで結構な高額のハガキになっています。でまず1枚目ですが、これは来年用というところもあって2022年って最高じゃんみたいな感じで書いていて、鏡餅のイラストになっています。まあ、このイラストを使ったぬいぐるみとかマスコットも発売されています。で当然年賀はがきですのでくじもついています。でこれがもう1枚の方のデザインで、先ほどはチーカーと8割しかいなかったんですけれども、こっちはウサギも入っていて郵便屋さんが出ているというような感じのイラストになっています。まあ、先ほど紹介した通り結構高くて4枚で880円、でさらにちっちゃい封筒に入れて送られてくるわけではなくて、めっちゃでかい段ボールに入れてこのハガキが4枚だけ送られてくるというような感じになっていて、送料がさらに800円取られて、私としては合計この4枚のハガキを買うために全部で1700円近く払うということになったので、まあ、次回以降こういうものがあるときにはできればハガキだけ買った人とかにはちっちゃいレターパックとかそういったもので送れるようにしてほしいなと思いました。